HS30 不評戦闘車ラングは1950年代に開発された不評戦闘車である SPZ12 から3ラングの名で正式化され西ドイツ陸軍で運用された同時期に開発された SPZ11 から2装甲偵察車クルツに対しラング車体であるためこの名で呼ばれるスイスのイスパの水ザ車によって開発され ロールスロイス製のエンジンを使用しており、この時代の装甲兵員輸送車の武装としては、強力な 20mm 機関砲を装備している。当初1万両の調達が見込まれたが、いくつかの問題により2000両に限定された。戦車に関しては、M47 パットンや M41 軽戦車のような、アメリカ製装備の供与を受けた、新生ドイツ連邦軍であったが、装甲車に関しては、 M113 のような前線への輸送主体とした車両には魅力を感じていなかった。ドイツ連邦軍は第二次世界大戦における装甲的弾兵部隊の経験から戦車と共に起動し乗車戦闘を行える車両を要求し、ラング不評戦闘車はそれに応えるものとして開発された。ドイツ連邦軍は本社を分隊の装備の一部として考えており、分隊は 車両と共に、攻守の戦闘を行うよう訓練されていた。ラング不評戦闘車は、敵の対戦車兵器、軽装甲車へ対処し、戦車をこれらへの対処から解放し、対戦車戦闘に集中させるため、小型の砲塔にこの時代としては強力な 20mm 機関砲とペリスコープを備えていた。この砲塔を含んでも本車は、M113 に対して 60cm 以上。 車高が低く、これは戦場において有利な要素であった。M113 などとは異なり浮行能力を備えていなかったが、ドイツ連邦軍は本社を主力戦車と共同した作戦の構成要素と捉えていたため不行能力の欠如は大きな問題とはみなされなかった。車上には2000発の 20mm 弾薬が用意されており、同種の装甲車に比して、 強力な正面走行は 20mm 弾を防ぐことができた。しかし充実した傾斜走行により M113 に対し重量が2トン以上重くなる。一方、兵員の収容数は半分にも満たない5名に過ぎなかった。また、兵員の結構下記による乗車戦闘を可能とするため上面ハッチは大きく観音開きできたが、これにより、 NBC 兵器への防護は期待できなくなった。また、ドイツ連邦は、装甲兵員輸送車ではなく不評戦闘車の調達を目指していたにもかかわらず、予算上の問題から機械化不評旅団の不評は、初期にはトラック、後に M113 によって輸送されていた。短い開発期間とメーカーの経験の浅さに、起因する初期トラブルは、 配備初期のラング不評を戦闘車の悪評に一役買った。トラブルはエンジン、冷却装置、走行装置、サスペンションに発生した。これらの問題は60年代半ばまでに解決した。しかしながら問題点はあまりにも多く、少なくない連邦軍士官たちはこの車両を任務に適さないとみなしていた。エンジンは、 本来9トン程度の車両に適したものであり明らかに力不足でしかもスペースの都合からアクセスハッチは車体の下部に設けられたため野外での整備は困難となったもともと対空自走法用として開発されていた車体であるためエンジンは後方にあり M113 のような乗降用ランプドアを設置できず後部左側に観音開き式の小ハッチがあるだけで実際には 車体上面ハッチからしか乗降できないのも問題であった。最初のラング不評戦闘車は1958年に配備され、マルダー不評戦闘車に置き換えられる1971年まで現役にあった。その予備の装備として80年代までドイツ連邦軍に残った。また20両程度の中古車両がペルーへ輸出された。初期の機械的問題と、 ドイツ連邦軍の必要量をはるかに超える1万、量の発注は疑念を呼んだ。フランクフルター・ルンドシャウ氏などにより、ラング不評戦闘車の調達に関わった主要人物が230万マルクもの賄賂を受けていたこと、さらに当時の首相コンラート・アデナワーが当時を務める、ドイツキリスト教民主同盟が調達の支援の見返りとして、 最終的な調達予算総額の約1割に当たる5000万、ルクもの寄付を受けていたことも分かり、大きな問題となった。首都戦パンザーラング、パンザーモーサー、81mm 自走迫撃砲、ラケーテンヤークトパンザー1対戦車ミサイル車両。ありがとうございます。